はい、三船しおり子役小泉萌香です。今日は、ご参加くださり本当にありがとうございました。配信で見てくださったあなたもありがとうございました。はい、ということで、はい、12人でのねライブやっと開催することができました。結構長い間この日をずっとね待ち望んでいて、この12色に光るこの景色をねすごくすごく楽しみにしていました。みんなとこのしかもすごい大きなステージにね立てて本当に嬉しいです。しかもまあ私事ですが今日はハッピーガールということでハッピーバースデー、ハッピーバースデー、ハッピーバースデーガール。そんな日にしかも地元の大阪に来れて皆さんとお顔とお顔を合わせることができて本当に良かったです。誕生日は毎年来るけど2022年2月27日は一生に一度しかないので、そんな一生に一度のこの日にこの虹学のメンバーやめろー、やめて、どっちがいい？今日何回泣くの？ずっと泣いてるじゃん、楽屋でも泣いてたから。ずっと泣いちゃおう。よかったです。こちらこそだよ。もう私はもう胸を張ってこの虹学のメンバーの一員になれてよかったってすごくもう毎日思います。あ、あとねもう一つ大事なことを私気づいちゃって、私虹学のメンバーに一員になってから皆さんのお声を聞いたことが一度もないんです。確かに、確かに、ね、そうだよね。うちらもね私たちはないので、ね、皆さんのお声がね聞けるまではスクールアイドルやめられません。みんなとね一緒に歩んでいくつもりですので、まずはフィフスライブだったりね2期アニメだったりありますので、一歩一歩一緒にね走っていけたらいいなっていうふうに思っております。これからも応援のほどよろしくお願いします。今日はありがとうございました。